呪術廻戦ファンパレ死滅回遊までやる気満々に対するネットの反応を紹介します。死滅回遊までやる気満々なのがオープニングの PV で分かってダメだった。もしかしてアニメより先にやるのか。マジかよって思ったけど、アニメ最速で来年中頃だもんな。ただまあアニメ制作が主に制作スケジュール等賃金でめちゃくちゃ揉めてる恋から立て直し含めるならもうちょい伸びると思う。死滅回遊アニメでやっても2クールで終わらなくない？全部は無理だろうけど、渋谷事変が実質 1.5 クールほどに収まってて、アニオリ戦闘入れる余裕まであるから、五条解放あたりまでは2クールでいけるんじゃないかな。アニメの CV 先出しありえるかもね。渋谷事変やらなきゃいかんけど、言うてこの進みならまずゼロやって、もう渋谷でしょ。半年ぐらいは既存キャラで持ちそうだけど、需要のある掘り下げとか日常会でタイミング調整してアニメと同時発表とかやりそうではある。 PV に一瞬だけこういうのがちらっと。シャルルとハカリはわかりやすいな。能力どう落とし込むんだろう。飛車レジーオタクなおやか。クロール氏じゃない？まあ今の売れ方なら問題なく続くだろうし、やるだろうな。退場者多数の渋谷事変がどれだけ改変加わるのか読めない。存在しないキャラが現れて謎の世界線に行くのか。これは死んだ純平が普通にいるから普通に殺すだろ。そういえばそうだわ。そもそもこのゲームの舞台虚構っぽいんだよな。そもそもファントムパレードを使う俺は何者なのか、一切開示されてないぞ俺。俺は呪霊かすらわからないぞ俺。死滅回遊は区切るとしたらどこで終わるんだろ。宿儺が伏黒ボディで小僧を嘲笑って終わりだと後味悪いから、五条復活までやるかな。来年だともう原作は終わってるのか。3期はまた2年くらい待たされそう。原作はもう終わりが近いから、リリースのタイミングとしては鉄が熱いうちに打てた感じだ。こっちのアニオリ感は大事にしてほしい。ここの会社はキャラ再現には定評あるからな。このスバだとメグミンが 600% の全体攻撃使えるけど、撃った瞬間自分が即死する。死滅回遊に入りさえすれば各コロニーの話だけで何年でもやれると思う。8章から急激に難易度上がりすぎでは。進めるのが早すぎなんだ。オリジナルストーリー入るまで長いというのはまあはい。サイドストーリー単眼猫の書き下ろしだったりしない？って程度には再現度高い。こういうのもっと見たかった。つまりゲームの需要が高いってことだろ。ストーリーに関してはね、原作は単眼猫が苦手な概念バトルで締めくくりそうだし、俺はもともと見たかった日常パートをこっちで摂取する方向に切り替えていくよ。日常パートやろうとしたら案件入れなかったのが悪いし、俺は入れたんですけど。原作でエンジンかかってきた頃にはもう日常パート入れる隙間なかったんだもん。なんなら俺は下等と五条の学生時代編はがっつり見たかったよ。ハイハラと七海の任務の詳細も知りたいし。トン、展開は原作通りだけどプレイアブルではあるのね純平。この手のゲームだとイフストーリーのイベントやったりするから、そういうの欲しいな。そのうちこれはありえたかもの記憶として純平イベとかやりそうだよね。純平が生きててもな。あべこべじじいに毒で勝てるか勝てないかくらいだもんな。あるいは補助監督になるとか窓になるとか。溢れ出る存在しない記憶で大体ごまかせるからなこの作品。イベストの冒頭にそれは存在しない記憶うってつければ何やっても許される風潮。純平が高専入ってる F のカードとかは出てくるかもしれない。 SSR 改造人間吉野純平1ターンを死亡。とりあえずケチズとエソーとユージの3人でパーティー組みたいぞ。お兄ちゃんのレス、どんなトンチキな話やっても大丈夫そうな設定なのが強い。地元じゃ負け知らずか。ファントムパレードくんが無法すぎる。ところで幻影夜行俺はいつ出るのかな。俺の術式はそう、ファントムパレードダサ。ファントムパレード、ファントムは俺だ。メカ丸あの巨大ロボに乗って戦ってほしい。ターンで帰って消えそうだな。まあそれでもいいか。メカ丸が帳を破壊して逃げて伝令に成功したルートとかもやってくれるのかな。 SSR 天内リコ&クロイ実装ありますか。イジキさんレベルにも達してないガチ一般人前線に出すな。クロイさんは一応戦闘できるし。いやこいつ戦えねえだろみたいなキャラが駆り出されるのは原作ソシャゲ名物みたいなもんだし、その手のは大体コスプレしたらクソ強くなる。SSR、なだ進化下流弾丸滑り天内まさこ。メカ丸いるしやるか、エヴァコラボ。乙骨なのか新次君なのかわからなくなりそう。次キャラ4人右側で今でも割と優遇なんだけど、巨大ロボ入るかな。花見の領域の中身マジでこのゲームが初出になったし結構死に設定開示がありそうなんだわ。漫画で、出せ。ブレソルリスペクトだから。スマホやるの2人はいろいろ出そうな気がする。ミミナナなんだかんだ火山の弱パンから生還したりモブ相手には無双してからあれでも順位はありそうなんだよな。ナナコの方はヤバ、で携帯構える回避技持ってそうだよね。石氷の領域とかがソシャゲで見れたら嬉しいよね。石氷、つくもさん、タカコ、乙骨。
さすがに乙骨の領域は出すだろ。三つ同時の領域展開で不発だったのはマジで何だったんだろう。アニメでは押し合いやってくれないかな。設定的には押し合いはぶっちゃけ面がクソ地味なのと、押し合いに勝った奴が勝利するだけだから。押し合いじゃなくて重複して同時に効果発動とかだったらよかったのに。メカ丸がうっかりマヒト払っちゃった IF とかみたいは見せてちょうだい。どっちにしろメロンパンにボコられるのでは。領域抱え落ちしてたらあの後どうなってたかな。賢弱だったら面白いってなってあえて見逃すとかやりそうだけどな。さすがにサトル封印に支障が出るなら処理するんじゃねえかな。メカ丸がうっかり賢弱倒しちゃった IF とかみたいは見せてちょうだい。向こうらは総力戦のボスみたいになるのかな。こちらが一度使ったキャラはガコンで効かないイコール出撃できないって設定で。ORT みたいだな。クソボスすぎる。勝てたら超武庫ってことで配布してほしい。今なら向こうらもらえるって宣伝にもなるし。お兄ちゃんが敵の時期と味方の時期で扱い変わりそうだがどうなることやら。絵自体はあるけどなんか適当だし。お兄ちゃんはダウナー初期バージョンと兄覚醒バージョン出ると思う。賢弱戦のお兄ちゃんは別バージョンできそうだと思うけど、まずそれを実装するまでこのゲームやっていけるかどうかだな。殺してやるぞイタドリユージ。な初期お兄ちゃんと末っ子ラブモードお兄ちゃんで喧嘩になっちゃう。ぶっちゃけ現状学長はわからんけど、九州のオリキャラ2人はひいき目に見ても、2級すらないっぽくて渋谷に増えたとて特に何も変わらないっぽいの良いよね。今の東堂が誰かで構わずブラザー認定するから存在しない記憶を差し込みまくられるお兄ちゃんになるかな。いやだよ誰かで構わずパスタ案妄想ぶちかます案に。問題は軽米認定されると漏れなく母親の額に縫い目がついてしまうことだ。つまりよ、既存キャラクターの頭に縫い目つけたバージョン違い賢弱をたくさん出せるってことだろ。伊地知賢弱、美和賢弱、解釈違いだ。賢弱を退けて逃走できたルートでやっとのこと美和に会えると、ウキウキしながら帰ってきたメカ丸がこれやられたら最高かもしれない。各キャラの縫い目ありナースエが量産されちまう。縫い目消したナースエも欲しいぞ小僧。花見も上後も俺に気さくに話しかけてくるよね。俺は呪霊サイドなのか。しかし夏が遠いな。クリスマスかお正月が初限定になるのかな。個人的にはバレンタインが気になるが。 SSR 東堂バレンタイン実装。あの光線のバレンタイン、まるで盛り上がらなそうだな。お返しカツアゲ大会になりそう。チロルチョコ渡されて高級なもんで返せよとか言われそう。キリでもチョコくれないよね。野バラもマキパイも。ミワちゃんがいる京都校はいいな。ミワちゃんのエボルタが効くぜ。ファンパレ死滅回遊に対するネットの反応いかがでしたでしょうか。アニメ追い越してやるならアニメ未登場キャラの CV が気になるところ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。